はい、スワディッカー、ゴーカー、今日ですね、クロスボンバータイランドのニュースを見ているとですね、このニュースが入ってきました。タイ大手放送局内でも新型、感染が発覚、ラマヨンの放送ビルを閉鎖中ということで、今こそ正しく情報を伝えるべく頑張らなければいけない、マスコミにも感染は容赦はありませんでしたということです。8日金曜日の朝、今日の朝ですね、チャンネル3のアンカーであるプチャータンさんは、ラマヨン通りにあるタイ大手放送局チャンネル3のマリーノン2放送ビルを閉鎖すると発表しました。ビル5階と6階で働いていた男性の、グラフィックアート担当者が感染していたことが判明したことによります。建物は7日木曜日の22時から閉鎖されました。両方のフロアのスタッフは感染リスクが高いとみなされています。ピッチアタンさんは、他のフロアのスタッフは感染のリスクが低いとみなされていると付け加えています。ちなみに彼女は9階で働いていたとのことです。エレベーターは建物の危険箇所ですが、定期的に清掃されていたと彼女は言います。チャンネル3の建物は定期的に消毒されており、経営陣は職場の混乱を減らすために在宅勤務のポリシーと時間差通勤をすでに導入していましたということでですね、このラマヨンのチャンネル3、これもですね、日本人の方はあんまり行かないかもしれないんですが、日本人が住んでるエリアのすぐそばにあるところです。はい、ラマヨンのビッグシーは行く方も結構いらっしゃると思うんですが、あとはKビレッジですね、その隣にありますので、見たことはあるかと思うんですが、今日そこにですね、ちょっと行ってきました。どんな状態なのか見ていただければと思います。はい、こちらのですね、左手にあるのがビッグシーのラマヨン通りです。ここは日本人の方もよく来る大型スーパーかと思います。ここをずっとまっすぐ行きますと、この、実質ですね、隣ですね、もうこの上の方にですね、3というチャンネル3というテレビ局の、ビルが見えてるんですが、ここをもう少しまっすぐ行きます。左側はビッグCで、こちらにはユニクロも入っています。ビルの周りががっちりとガードされています。もしかして出れなくなった人もいるのかもしれないんですが、大量の弁当が持ち込まれています。最近のですね、このニュースを見ていると、マハチャやシラチャから始まって、どんどんですね、バンコクの中心部に感染が広がってきているような感じがしますので、皆さんご注意ください。感染している方が日本人がよく行くデパート、スーパーなどに行ってですね、広げてしまった場合、もう一気に、日本人コミュニティの中で感染が拡大してしまうと思いますので、皆さん本当にご注意の方をしていただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。